35mm フルサイズ、35mm フルサイズはデジタルカメラの個体撮像素子のサイズ規格の一つの通称である。サイズが135フィルム、35mm フィルムを使用するカメラで広く用いられる 24mm、36mm の画面サイズに近いことから、135フィルムサイズ撮像素子の開発でかつて有利であった一部の メーカーが通称として呼んだものである。なお、35mm フルサイズは、フルサイズと略されることがある。よりサイズの大きい一冊造素子を使用する、中盤デジタルカメラもあり、何に対して、フルサイズなのか曖昧な表現ではあるが、一般的に用いられている。英語圏でも、同様にフルフレームと略されることがある。35mm フィルムがかつてライカに採用され、 全世界に広まったことから、このサイズの画面フォーマット、縦 3.6cm 横 2.4cm を、ライカ版と呼ぶことがある。また、ニコンでは、FX フォーマットという名称を使用している。このサイズの撮像素子と適合する、レンズなどのカメラシステムを構築、製造するには、莫大なコストがかかるため、プロフェッショナル及びハイアマチュア向け一眼レフに、 採用されるに止まっている。普及価格帯の一眼レフカメラでは、より小さい撮像素子を搭載する規格である APS-C サイズが主流で、これは面積比でフルサイズの40%前後となる。デジタルレンジファインダーカメラでは、RD1 では APS-C サイズが採用され、フルサイズのデジタルレンジファインダーカメラは、2009年秋、登場の M9 が、 初となった。ちなみに M8 と M8.2 は APS-H コンパクトカメラに至っては、対角線長で1 2ト、mm、ル未満という、極めて小さな撮像素子が使われており、これは、対角線長4 3ト、mm、ルの3 5ト、mm、ルフルサイズの面積比の5%程度である。半導体素子は、その面積が大きくなると、1枚のシリコンウェハーから、 取れる数量が少なくなったり、うどまりが悪くなるため、35mm フルサイズのような大きな撮像素子は、APS-C 際のものに比べ効果である。2014年9月現在、35mm フルサイズの撮像素子を使用したデジタル一眼、レフカメラ現行製品の最も実製価格が安い、ものはキャノン EOS6D やニコン D610 で、 おおよそボディのみで15万円前後で販売されている。デジタルカメラとしての機能上の際やメーカーの販売戦略の影響もあるため単純な価格比較はできないが APS-C サイズの撮像素子を搭載した機種は大幅に安く、キャノンやニコンの一眼レフは5万円前後で販売されている。撮像面のサイズが一般的な 35mm フィルムを使用するカメラと ほとんど同じであることから、同じ焦点距離のレンズを使用した場合の画角や、ボケ方が、ほとんど同一となるというメディックがある。35mm フィルムを使う一眼レフ、レンジファインダーがあまりにも広く普及したため、それらのレンズ交換システムの規格が、デジタルカメラに引き継がれていることが多い。また、画角、ボケ方、焦点距離、絞りなどの相互の関係を習得している。 写真愛好家も多い。このような理由から過去に 35mm フィルムカメラを使ってきたそうに、とっては 35mm フルサイズの撮像素子を持つカメラこそ最も使いやすいカメラであり、フィルムカメラ時代のレンズの描写特性を生かすためには 35mm フルサイズの撮像素子を使う必要があるとバリされることがあった。デジタルカメラの撮像素子の比較ではフルサイズの方が 撮影範囲が広くなるのは言わずもがな、被写界深度が浅くなり、ボケ具合が大きくなるというメリットがある。また、同じ画素数の撮像素子で比較した場合、1画素あたりの受光面積が APS-C サイズ比で2.2倍と大きくなり、感度や S、N 比の面で有利とされる。反面、撮像素子の製造コストが高く、カメラ本体の高価格化に直結する。 また、撮像素子の構造に近するデジタルカメラ特有の周辺光量の低下がより強く出るため、テレセントリック性が高いレンズ設計が必要であるとされるが、マウント系の制限があるためレンズの焦点距離によっては設計が困難である。また、構造の関係からカメラ本体が大型になり、重量も増大し、携帯性に劣る。さらに、イメージサークルが 相対的に大きいこともあり、所要の性能を持つレンズは、同じ焦点距離であっても APS-C 向けと比べて、大型で重量が増し、価格も高価格にならざるを得ない。それゆえ、カメラ本体だけでなく、システム全体が大型で重くなり、高価格になりがちである。レンズにおいては、従来のフィルム一眼レフと同等の条件での、撮影が可能である反面。 赤外線カットフィルターやオプティカルローパスフィルター、センサーのカバーガラス等のフィルムカメラには存在しない広角素子の存在により周差が発生してしまうという問題がある。この周差は光線の入射角度が大きいセンサー周辺部ほど強く出る傾向がある。またオプティカルローパスフィルターは光線の入射角度が大きい方が効果が強く出る。 フィルム用に設計された明るいレンズや広角レンズの周辺部の像が著しく不鮮明になるのはこれらが主な原因である。なお、一部の高級機でオプティカルローパスフィルターとして高価なニオブサンリチウムを採用しているのはニオブサンリチウムの強い複屈折性を活かすことでオプティカルローパスフィルターの厚みを抑えフィルム用のレンズを使った場合の周差の発生を 少しでも抑えようとするためである。逆に言えば、安価な水晶をオプティカルローパスフィルターとして採用した場、フィルム用のレンズとの組み合わせでは、周差が大きくなる。また、フィルムカメラ用のレンズは、射出瞳の位置がまちまちで、マイクロレンズ、撮像素子上にある超小型レンズが想定する位置に、あるとは限らない。このため多くのレンズで、周辺光量の低下が発生する。 デジタル専用設計レンズとは、これらの光学素子の存在や、撮像素子の特性を前提として設計されたものである。周差が最適にコントロールされたレンズ設計をするためには、本来、それらの光学素子が比較化されている必要があるが、機種によってまちまちなのが実情である。そのため、デジタル専用設計レンズであっても、想定と異なる。 光学素子が搭載されたカメラと組み合わされた場合、周差が設計通りに収束しない場合もある。また、マウント系の制限により、射出瞳を理想的な位置に配置することができず、周辺光量の低下を十分にコントロールできない場合もある。以上の理由により、フィルムカメラ用のレンズをそのまま使った場合でも、実際には期待通りの結果を得られるとは限らない。また、 フィルムからデジタルへの移行を考えた場合、撮像素子のサイズよりも多要素の影響が大きいため、クリアかつシャープな描写を望む分には、必ずしもフルサイズにこだわる必要はないという意見もある。従来は、センサ製造のコストが高く、定価60から100万円ほどの価格で、プロ向けの製品にのみ採用されたが、ステッパーの改良により、露光回数を2回に減らしたり、 水晶のローパスフィルターを採用するなど、センサー周辺の製造コストを大幅に削減し、20万円前後のハイアマチュア向け製品を発売できるまでになっている。かつては APS、H サイズまで1回で露光できるステッパーを保有するキャノンとコダックのみがフルサイズの製造コストを下げることが可能だった。他社では製造に3回以上の露光が必要となる。よって、 この2社からの供給を受けない限り、他社から 35mm フルサイズが出てくる可能性は低いと考えられていた。ところが2007年8月23日にニコンが自社開発の 35mm フルサイズ CMOS イメージセンサーを搭載した D3 を発表し、2007年11月30日に発売した。また、 ソニーは2008年1月30日、35mm フルサイズで有効2481万画素と高速読み出し6.3フレーム秒体を実現したデジタル一眼レフカメラ向けシーモスイメージセンサの開発に成功した発表。2008年10月23日に 35mm フルサイズを搭載した α シリーズのフラッグシップ機として、 アルファー900を発売した。さらに2012年9月12日には、世界で初めて 35mm フルサイズ CMOS センサを載した、コンパクトデジタルカメラ、サイバーショット DSC-RX1 を発表した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。